すっぴんだもん。今日は千種区の千種駅の近くにあるステーキ屋さんに来ました。以前からすごく行きたいなと思っていて、かれこれ4年ぐらい前からたまたま通りかかったりして行きたいなと思ってる店だったんですけど、たまたまお客さんが連れてってくれたので来ました。ここは千種駅の周辺です。この千種駅は今出てるこの JR の千種駅と、あと今見えたこの青い看板のこの青ですね、この地下鉄名城線の千種駅と、あと市バスのターミナルがあります。結構その地下鉄とか JR、まあ市バスもそうなんですけど一緒になってるんで、まあ金山や名古屋駅と同様に結構便利です。何？うん、すっぴんだもん。お兄ちゃんじゃないのこの子。あー大丈夫。結構ね、食べ物は安くないんですよね。だけどランチが安いですね。これは金曜日限定メニューだそうで、お客さんはこれにするって言ってました。サラダバーは1回ですけど盛り放題。私はめちゃマウンテンにしました。ジュースはランチを頼んだ人は100円で飲み放題です。スープもついていました。お肉はもうこのベリーレアのような状態で、もしまだ焼きたければこの隣の鉄板で焼けばいいということです。すごくないですか。ベリーレアですよ。ソースはこんな感じですね。お客さんの頼んだ金曜日限定の600円台の丼です。すごいですね。めちゃめちゃ乗ってます。で、なんか見渡す限りいろんなお客さんが実はこれを頼んでいました。具だけでも私の握り拳よりも大きいです。まずはこのままで食べます。
残りは焼きたいと思います。そうですね、残りのお肉もしっかり焼いて美味しくいただきました。名古屋はね、ご飯に結構ゆかりをかけるところ多いんですよ。なのでゆかりのふりかけがついていたのでしっかりかけました。お肉がベリーレアだったんですけど、鉄板の上にお皿が置いてあったっていうのもあったかもしれないけど、もうなんか血が全然こうダラダラに出てなくてすっごい美味しかったです。栄地下です。昔噴水があったところです。今は噴水なくして単にクリスタル広場っていう名前だけだと思います。噴水があった時は噴水があった時ですごい綺麗だったんですけど、今はこの柱、たくさん柱があるんですけど、そこにこう電光掲示板のような感じでいろいろなこうお花だったりお魚だったりこう宣伝だったりとかが映るようになっています。ご飯食べた後に栄錦のお店に来てもらって、お客さんと別れて今から帰ります。JR 名古屋駅の構内です。構内なんだけど飲食ができるところがあって、ここ JR の構内ですが、レストランなんですよね。なんかすごい環境だと思いませんか？私いつも地下鉄が主流なので、もうなんかすごいなぁと思って、ここキオスクみたいなねところもあって、で電車に乗れるんですけど、レストランで食べることもできるっていう。見てくださってありがとうございました。